皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿、エペボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回もね、ご常連さんからの最新ボード、愛知県豊橋市45歳ザ・アリスさんからのね、ギター用のスイッチャーボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。前回ですね、同じく FV500、ボリュームペダルをね搭載したということで、リックさんとねご一緒にご紹介させていただいたんですけども、まだまだねご紹介し足りない部分がね2つほどありましてですね、まず1つ目がね、リックさんと同じくプリアンプの方ね搭載しているということでですね、こちらはですね、なんと6万円台のですね、ものすごいお高い、プリアンプということで、真空管3本内蔵しているですね、マーシャル系のですねサウンド、極上のサウンドがする、国産のアルビット製のですね、プリアンプということでね、こちらサウンド聞いてみたいのでね、次回マイページでねこのバンドサウンドとかね、ぜひとも聞かせていただきたいなと思いますけども、国産のアルビットのねプリアンプいろいろ出ておりますので、注目なさっていただきたいブランドでございます。それからですね、もう一つはね、ボードなんですよね。そこの方を見ていただくとね、エペボードはあんまりね投稿のない、テンプルオーディオデザイン製なんですよね。取っ手がついてるんですけども、大きな特徴はね、やっぱりマジックテープをね使わなくてもいいというところ、ですね、こちらぜひともね注目なさっていただきたいブランドでございます。ということで、どうしてもボリュームペダルをボード内に収めたくてボードを買い替えましたということでですね、とっても綺麗に収まったんじゃないかなというふうに思います。いつもね、ご配慮いただいて投稿いただきまして誠にありがとうございます。皆様方も参考なさってください。ありがとうございました。